皆様こんにちは。アンダーツリー株式会社東京支社長荒吉実と申します。この度新型コロナウイルスで苦しまれている方々すべてにお見舞いを申し上げますとともに、早期の収束を願うところでございます。当社グループでは4月13日現在、7都府県117店舗で自主的な臨時休業を行っております。日頃ご愛顧いただいているお客様、また関係各位におかれましては多大なご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。今回は当社として少しでも社会の一助となればと考え、キコーナのおうちで過ごそうキャンペーンというスローガンを掲げることといたしました。現状の社会情勢を鑑み、皆様には不要不急の外出を避けていただくことで、ご自身と大切な方々の安全をお守りいただきたく、改めておうちで過ごしていただきたいと心から願うところでございます。詳細に関しましてはこの後弊社ブロック長鈴木よりご説明させていただきます。大切なパチンコファンの方々誰一人としてこの新型コロナウイルスの犠牲者にはなってほしくありません。お客様の命を守るのはお客様自身です。最後にこの傘下の収束の後にホールでお客様の晴れやかな笑顔を拝見できることを心より願っています。どうも、先ほど荒吉の方からも話ありましたが、この度キコーナグループにおきましてはおうちで過ごそうキャンペーンということですね。今パチンコファンの皆様も当社を含めですね、多くの企業多くの法人がですね、休業をやむなくされているというところで、パチンコファンのお客様発売予定だった信頼が打てない、ストレス解消がなかなかできないというお客様もいらっしゃると思うところもありますが、当社におきましてはそんな中でなんとかパチンコファンの皆様が、楽しくお家で過ごせるようにということで、今までの生配信のキコーナチャンネルというところを、動画収録というところでなるべくお客様に興味を持っていただいてお家にいても楽しめるというような番組作りをすることで、お客様にちょっとでも家で楽しい時間を過ごしていただきたいという趣旨で、今回のお家で過ごそうキャンペーンということを、始めさせていただきたいなというふうに考えております。略して家キャンということで、キコーナの家キャンというところで、キャッチフレーズでお客様にはお楽しみいただきたいなというふうに考えております。先ほど荒吉の方からも、番組のこの動画の趣旨、また会社の方向性というのも説明ありましたが、あまりに堅苦しい説明だけですとやはり今までのキコーナファンのお客様も、面白くないということはあると思いますので、今回は従前からお世話になっておりますクラッププロモーションの根本様、通称あっちゃんですね、と一緒にですね、今後のその動画作成に至ります時のですね、内容についてちょっとそこは砕けて話させていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ今まではですね、はい、生放送で収録をさせていただいて、それをリアルタイムで視聴者の方々とコミュニケーションを取ってやってきたんですが、それがなかなかコロナの影響でできなくなってしまったんですが、まあどうにかね、今東京とかでは緊急事態宣言とかが出ておりますので、なかなか不要不急の外出というのができなくなっておりますので、皆さんも家にいてですね、ゆっくり楽しんでもらえる番組を作ろうというところで、今回ご協力させていただきたいということで、キコーナの、おうちで過ごそうキャンペーン、やっていくというところでございますね。はい、本当にですね、もう最近はその、はい、一部のパチンコファンが休業してない店舗に集まっているとかですね、はい、心ないのそのパチンコファンに対する、はい、誹謗中傷とかですね、揶揄されることが多くて、非常に私たちもなんか苦しい思いしてまして ね、ほとんどのお客様はちゃんとしっかり外出ね控えてね、はい、やってくれてるっていうところだと思うんでね、はい、まあ、そういうお客様たちがちょっとでも、はい、今打てない信頼が、はい、キコーナの動画で見れて、はい、ストレス解消できたりとか、
あとは、こんなのやってよ、家にいて楽しい時間過ごせるよっていうようなね、どんどんね、はい、お客様の声も拾っていきながら、はい、楽しい収録と作成してですね、はい、お客様に配信していければなと思いますね、はいはい、ちょっとどうしても敬語はやめましょうって言ってもなかなか堅苦しくなっちゃうけどね、まあそうですね、でもまあ、今ね時代が時代ですから、うん、なかなかふざけて、やるようなものをですね、作るというのはなかなかちょっと時代としてはちょっと間違ってるかなと思うんで、若干真面目だけれどもちょっとそこに楽しさを、加えながらですね動画制作をやっていきたいと僕自身は考えておりますので、そうですね、はい、だからうちとしてもそのソーシャルディスタンスと言われるその、はい、人と人の感覚だったりとか、今もそうですね、まあまあ、でここにもねもう、はい、消毒用アルコール ねありますから、これをもう、はい、あらゆるところに置いてですね、はい、収録の際には、はい、まあ、遊戯台も含めて、はい、全て安全を確保した上でね、はい、動画収録の方もやっていきたいなと、ね、また今はねお客様がご来店いらっしゃらないというような店舗で、はい、しっかりと十分なね、はい、間隔もまた安全確認もしながら、はい、また参加する従業員っていうのも、局所化して人数の方も絞ってね、はい、なるべく実践形式であったりとか、はい、お客様の希望に沿うような、はい、動画の収録っていうのをね、はい、やっていきたいんで、はい、まあそんな中でもねちょっとお客様がストレス解消になったり、はい、楽しくほっこりになれるような、はい、楽しいね企画をねちょっと考えていきたいなと。そうですね、うん、まあ、もちろん我々だけじゃなくて視聴者の方のご意見とかね、ご要望の方もですねなんかコメント欄とか YouTube のコメント欄とかでいただければそれに沿ったもの面白そうなものをね、作っていけたらと思っていますし、まあこの後、メールフォーム等も開設してですね、いろいろお客様の声を、聞いていけるような環境を作っていきたいと思っておりますので、お待ちいただければと思います。はい、はい、またキコーナチャンネルね多数のお客様パチンコファンのお客様を見ていただいてたと思うんですけど、この期間ですねちょっと、自粛期間中キコーナチャンネルもずっと配信の方も中止してたというところもありますので、うちの名物メンバー等のですね、はい、動向も心配されている方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、今回はねちょっとその店長たちの、お客様へのメッセージっていうのも、しっかり取ってきて、はい、この後、放送しようと思いますので、はい、ぜひ聞いてあげてくれればなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。動画の配信につきましてはですね、大体週に1回程度、を予定しております。一応まだ仮ですけれどもおそらく、毎週金曜日、午後19時から、公開予定とさせていただきますので、楽しみにお待ちいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、はい、この後ね、まあ、はい、通常のね、はい、キコーナチャンネルとして、はい、生でね、お客様と双方向でまたやれる日がね、そうですね、コロナ収束でなるべく早くね、はい、戻ってくれればなと、はい、思ってやまないですね。あ、そうですね、本当に生のリアルタイムでコメントを拾いながら、視聴者の方とやり取りするっていうのはやっぱり生放送の醍醐味ですし、うん、やっぱそういうところを大事に、してきた、キコーナチャンネルですから、今は緊急事態ということで、ちょっとね、動画の方でやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもですね、今まで楽しんでくれてた方も、これから見ていただける方もですね、ぜひ楽しんでもらえればと思います。はい、はい、そうですね、本当にその最後に、私はもう全てのパチンコファン、ね、はい、の方、またキコーナチャンネルを見てくださったファン誰一人としてですね犠牲者とかいうのは出したくないですし ね、はい、そうですね、そのお家でいるっていうことがやっぱりお客様も守りますし、パチンコファンもあらぬそういう風評被害からね守る手立てだと思いますので、はい、なるべくお客様のね、興味に沿う楽しい企画をね、はい、あっちゃんとまたみんなでね、はい、考えていきながらお客さんに提供したいと思いますので、はい、少々の間お待ちいただいて、はい、一発目はね非常に固い放送になって、はい、なんかあまり面白さをね提供できなくて申し訳ないんですけど、はい、こうご期待ということで、はい、次回をというところでちょっとお待ちいただきたいですね。はい、そうですね、はい、そして、この、気候のお家で過ごそうキャンペーンということでですね、皆さん本当に不要不急の、外出を控えていただいて、手洗いですね、そしてうがい、そして外出時のマスクですね、こちらを着用してですねぜひ外に出るときはお気をつけくださいますようよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、この後はですね、店長陣、まあ、僕が行って収録するというのはなかなか今の
中ではちょっと難しかったので、各店舗から、動画だけをですねこう取り寄せたものをこうまとめてですね、流したいと思いますので、今まで、キコナチャンネルに出てた店長陣に、出演していただいておりますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いいたします。皆様のお目当ての店長が出てくるかは乞うご期待ということでね。はい、ということで、はい、本日の、動画は、これにて、終了したいと思います。はい、次回、また1週間後の、更新予定となっておりますので、その時にはまた、ご視聴の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。平塚店店長の山田です。この度は従業員の安全またお客様への感染防止を第一に考え当社では休業する運びとなりました。キコーナチャンネルにおきましても放送ができず楽しみにされていた視聴者の皆様にはご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございません。今はひとまず不要不急の外出を控え一刻も早い収束に向けて一丸となって頑張っていきましょう。家で退屈する日もあるかとは思いますが、チャンネルの過去動画などをご視聴いただけると幸いです。それでは皆様もお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。キコーナチャンネルをご覧の皆様、キコーナ和田老儀商店店長の田翔です。現在、店舗の営業およびキコーナチャンネルの放送は、休業中となっております。店舗でも、最低限のスタッフのみが出社し、店内の清掃等を行うにとどまっております。スタッフの大半が現状自宅待機として日々感染拡大防止に向けて過ごしている中でございます。皆様におかれましても外出等を控えながら十分にお気をつけてお過ごしくださいませ。キコーナチャンネルをご視聴の皆様、茅ヶ崎店店長の井出と申します。昨今のコロナウイルス感染症拡大防止の観点から放送が一時休止していることをお詫び申し上げます。放送をご覧いただいている皆様も不要不急の外出を控えていただくようご協力お願い申し上げます。現在店舗では営業再開に向けて店内の清掃など準備を進めております。とても今大変な時期ではございますが、皆様もお体にお気をつけください。タウンライト店長の松津です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため4月8日より休業をしております。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。お客様におかれましても不要不急の外出は控えていただき、お体にお気をつけてお過ごしください。現在店舗におきましては社員一丸となり店舗の清掃や設備点検を行っております。新型コロナウイルスが早く収束し、お客様と再会できる日を切に願っております。キコーナチャンネルをご視聴の皆様、ご無沙汰しております。こんにちは、伊勢崎店の兼鈴木です。当店は現在新型コロナウイルス感染拡大防止のため営業を自粛しております。
キコーナチャンネルもまた現在は収録を中止しております。楽しみにしていただいている皆様には大変申し訳ございません。今はコロナの感染防止が何より最優先であるという認識のもと、店舗従業員と不要不急の外出を避け、政府の要請に極力準じている次第です。皆様におかれましても重々お体ご自愛いただき、3密を避けて生活するなど、コロナへの警戒を何卒よろしくお願い申し上げます。コロナ禍の収束した後でまた元気にお会いしましょう。いつもニコ生を見ていただいた皆様、キコーナ横須賀店プー店長こと岡崎です。しばらくニコ生の放送できておらず申し訳ございません。横須賀店も行政の要請に基づき臨時休業としております。今は一人一人の行動が非常に大事です。必要以上の外出を控えて、コロナウイルスの収束のため協力していきましょう。いつもキコーナチャンネルをご覧いただきありがとうございます。山柱店店長のパルコこと今井です。ただいまキコーナグループでは、コロナウイルスの影響にあり、大多数の店舗で営業を停止しております。こちらに書いてある感染症対策をしっかりして外出自粛もして、この危機をみんなで乗り越えていきましょう。キコーナチャンネルが放送できずに申し訳ございません。最近はこのようにマスクをして不要不急の外出を控えております。お客様におかれましてもご自身の体調を最優先に考えていただければ幸いです。一刻も早く事態が収束することを願っております。今は一緒に耐えましょう。失礼いたします。ご無沙汰しております。海老名店の小林です。今世の中大変なことではありますが、できるだけ自宅にいて昔のキコーナチャンネルを見て、なるべく家から出ないで、皆さんと頑張っていきましょう。それではまたお会いできる日を楽しみにしてます。キコーナ総武大店のあぜうらです。現在店舗の営業とキコーナチャンネルを自粛させていただいてます。楽しみにしていただいているお客様には申し訳ございませんが、お客様と従業員の安全を優先させていただいてます。なるべく不要不急の外出を控えていただき、大切な人を守る行動をお願いいたします。一刻も早い事態の収束を願っております。キコーナチャンネルをご覧の皆様、ご無沙汰しております。キコーナ鶴見中央店の藤庵です。まず最初にキコーナチャンネルの放送および店舗の営業ができない状態になっており申し訳ございません。この機会に過去の放送、古いものであれば昔は2時間ございましたので、ご自宅での退屈しのぎになれば幸いでございます。皆様は無事過ごされておりますでしょうか。不要不急の外出を控えていただき、一日も早い事態の収束を願いましょう。キコーナ柏店の金ちゃんです。緊急事態宣言が発令され外出自粛要請が出ておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。視聴者皆様の安否は非常に心配です。やはり命あっての娯楽でありますので、今は何卒外出を控え、命を第一に自衛を心がけてくださいますようよろしくお願いいたします。いつもキコーナチャンネルをご視聴の皆様、そして動画をご視聴の皆様、不要不急の外出は控えていただき、ぜひお家で過去のキコーナチャンネルを見てお楽しみください。キコーナチャンネルをご覧の皆様、キコーナ府中店店長のイトピーです。3月よりキコーナチャンネルの放送を見合わせており、楽しみにしてくださってる皆様に非常に申し訳なく思っております。キコーナ府中店は緊急事態宣言を受け4月8日より休業中ですが、店内の設備メンテナンスやお掃除などをしている状態です。皆様におかれましても不要不急の外出は控え、ご自身と大切な皆様を守る行動をしていただければと思います。キコーナ府中店店長イトピーでした。皆様こんにちは、キコーナ蒲田店店長の伊藤です。日々コロナウイルスが拡大していく状況の中、一人一人の行動がより一層大切になってくると思います。必要以上の外出を避け、家の中でできることを考えて過ごしましょう。私自身も外出を我慢し、家の中で映画を見たり本を読んだり YouTube を見たりしながら過ごしております。一日も早く今までの日常が取り戻せるように、全員で意識を変え、みんなでこの危機を乗り越えましょう。キコーナチャンネルをご覧の皆様、ご無沙汰しております。
新宿三丁目店の中原です。当店は4月8日より緊急事態宣言を受け、臨時休業とさせていただいております。新型コロナウイルス、一日でも早い収束に向けて、手洗いうがいの徹底、不要不急の外出を控えるなど、一人一人できることを、共に取り組み、頑張っていきましょう。いつもキコーナチャンネルをご覧いただきありがとうございます。キコーナマスオ店ゴッティです。キコーナグループでは緊急事態宣言を受け、4月8日よりお休みをいただいております。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。皆様におかれましても不要不急の外出をお控えいただき、ご自身やご家族を守る行動をしていただければと思います。少しでも早くこの新型コロナウイルスが収束することを願っています。キコーナ印材店店長でございます。政府から緊急事態宣言が発令されましたが、コロナウイルスの猛威は依然としてとどまることを知りません。我々キコーナグループはお客様皆様の安否が心配です。どうぞ今だけは家でゆっくりとお過ごしくださいますようよろしくお願い申し上げます。ご無沙汰しております四街道店の山明です。キコーナチャンネルもお休みをさせていただき誠に申し訳ございません。どうか皆さん今はご自身のお体を最優先にお考えください。お仕事などでどうしても外出しなければならない方も多くいらっしゃると思いますが、できる限り不要不急の外出を控えていただければと思います。また皆さんとキコーナチャンネルでいっぱいお話ができたらと楽しみにしております。キコーナ溝の口店の伊藤です。この度はコロナ感染拡大に伴い、お客様と従業員の安全を第一に考え現在休業しております。キコーナチャンネルを試し楽しみにされていた視聴者の皆様には大変ご迷惑をおかけします。申し訳ございません。現在は出勤者を最低人数に減らし、設備のメンテナンスや清掃をしております。皆様におかれましても不要不急の外出を控え、自分と大切な方を守る行動をよろしくお願いします。一刻も早い事態の収束を心より願っております。キコーナ中町大店のあんちゃんです。2月より中町大店の店長に就任いたしました。この度はキコーナチャンネルの動画をなかなかアップできず、いつも楽しみにしてくれる皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございません。現在の状況では外出もままならない状況下でありますので、皆様におかれましても不要不急の外出は極力避け、みんなでこの事態を乗り切っていきましょう。キコーナチャンネルには過去動画に笑顔になれる動画がたくさんありますので、ぜひそちらをご覧になってお待ちいただきますようお願い申し上げます。